動画をごご覧いいただきありがとうございますす競馬予想チャンネルです、えー、今週からちょっとオープニング映像を入れてみたんですけど予想のほかちょっとカッコつけすぎちゃったかなと <laughs> いう感じがしまして、えー、びっくりしてます、まあ、た YouTube を見ながらですねちょっと頑張って作ってみたのでしばらく載せてみたいと思いますまた修正もしたいと思いますので、えー、ちょっと頑張っていきたいと思います、えー、さて 今週はオークスがあるんですがその前に土曜日平安ステークスがありますね、えー、なので今日はこちらの予想をしていきたいと思います、えー、では最初にレース傾向から1番目前走で重傷を走っていた馬に注目、えー、データ的には過去10年の3着になれば30頭中23頭が前走 JRA の重傷または地方の ダート重に出走ししていましたなのでまずは重賞前走を使っていた馬に注目してみましょうただし重症以外でも前走0.4秒差以上をつけて勝ってきた馬は比較的高成績を収めているのでその点にも注目です続いて前走から距離延長組が有利 こちらは不思議なことに前走が 1900m 以上のレースだった馬は苦戦傾向にあって 1800m より短い距離を使ってきた馬が好成績を収めていますですのでこちらもちょっと覚え,ておいた覚えておいた方がいいかもしれません続いて3点目京都コースでの実績過去3年の平安ステークス3着いない馬9頭のうち8頭は前年度以降に 京都競馬場でのダートレースで3着以内に入った実績がありました、えー、なので、まあ、当然といえば当然なんですが京都京都競馬場でのレースなので京都コースでの実績が重要ということですねなので全体的にやはり京都のダートということで先行有利というのと京都コースでの実績がやはりものを言うのかなと思いますその点が2番の 前走 1800m 以下のレースを使ってきた馬の方が、まあ、スピードに乗って比較的位置が取れるっていうことにもつながってくるんじゃないかなと思います、えー、ではここからはいつも通り人気馬について、えー、最初にお話ししたいと思いますで1番目、えー、アスカのロマンでこのまま一時期かなり不振だったと思うんですが昨年秋復帰以降は安定した成績になっています そしてフェブラリステックス3着という実績はここでは格上、まあ、先行客室で安定したレース運びができる点も軸には最適というか魅力的だなと思います一方で5 8キロの筋量に加えてアオーディが回避したことによってマークされる立場になったと思います先行できて、まあ、自分の肩へ持ち込めれば強いんですけど例えば外枠を引いて 先行できず後ろからの競馬になった時に若干不安があるのでその点だけですかね、えー、続いてロア・ジャルダン宮コ・えー、都ステークス勝ちの重賞勝ちですねに加えて G1 のチャンピオンズカップフェブラリーステークスで共に0.3秒差の実績はここでは立派な実績です、えー、そしてま4番という高枠に加えてミルコ・デムーロが安状ということで え重賞制覇へと準備というか応膳立てが整った感じがします一方で勝つ時は鮮やかなんですが、えー、反面爪が甘く差し切れないという印象もありますまた前走は1コーナーから2コーナーにかけてかなり引っかかっていた印象ですね手綱をもう機種が引っ張っていたのでちょっと折り合い難の敬語が見え始めているのは不安かなと思います え続いてクリス・オ・ライトこの馬は2歳の頃から期待されていて3歳の時にジャパンダートダビー勝った後もう次世代の G1 馬なんじゃないかって期待されてた馬ですよね、えー、でまあその後ちょっと JRA の重症ではパッとしないんですが交流 G11 勝交流 G23 勝ということで実績的には十分かなと思いますダート中距離では安定したレース運びで京都コースも2002連隊ということで 相性はいいいかと思います、えー。その一方で、ちょっと今お話しした通り、お、え、り、ー、まあ、期待されている一方で若干煮え切れない印象もあります、えーで。実は中央の重症では3着以内すら1回もないという事実がありまして、ここもあまり大きな信頼は禁物かなと思います。えー、続いて、どこ吹く風。えー、このまま、 前から安定していて現在6戦連続で掲示板を外していない堅実派でダートのオープン競争も2勝していて2走前のマーチステークスも0.2秒差ということで重賞をいつ勝ってもおかしくない力の持ち主だと思いますその一方で重賞での連帯実績がまだありませんスタートに不安を残す馬でもありあまり後方からの位置取りになると 京都コースで届かなないいという不安も大きくなりますそして栗のスター王2年前の勝ち馬で昨年の2着馬ということでかなり相性がこのレースといいのかなと思います JRA のダート受賞3勝の実績はここではかなり格上で京都コースも4104と得意としております ただ昨年のトーレース2着以降 JRA の重賞では連帯していません自分の方に持ち込めないともろい馬であってなかなか信頼がおけるタイプではないと思いますでは続いて僕の推奨をしたい穴馬について最初に湘南アポロンマーチステークス勝ちの実績を考えるとちょっと人気が低いかなと思います 確かに逃げ馬ということもあって負けるときはあっさり負けちゃうんですけどここは内枠に先行できる馬が少ないので展開的に有利かなと思いますでクリソライトが行きたい口ではあるんですが、まあ、前走を見ると出口入れてもなかなか行けてなかったので、まあ、ここもシ湘ナポの実はすんなりいけるんじゃないかなと思っています続いてブライトアイディア 3歳児は次世代のエースと期待されていた馬ですごく強かったイメージですその後ちょっと怪我をして約2年ですね休んだ後、えー、戻ってきたんですがその長血明けをたたいた中2周で臨んだ昨年の TV9 杯これがびっくりしてこの時10番人気だったんですけど本当に感傷で驚いたのを覚えています、えー、なので 1,600万でちょっと足踏みはしたんですが潜在能力はここでも通用していいと思っています最後にトップディーボ条件戦時代から安定してもう末足を使えるまで常にレース最速、えー、もしくは2位の上がりということを使える馬ですね強度、えー、コースも3301ということでかなりの好相性で 1900m も2回走って2着ということで えー、相性がいい馬ですで前走も4角大外回りながら追い込んだというレース内容と初めての重傷ということを考えれば悪くない内容だったと思います以上を踏まえて最後にまとめですでここは本当に人気場一丁いったなっていう不安材料があるんですけど最終的には飛鳥のロマンを軸にしました、まあ、ちょっと大外を でなかなかもし先行できなかった時どうかなっていう不安はあるんですが、まあ、その点はリスクを承知の上で軸に据えたいと思いますで相手がご覧の通りの6等ということでちょっと人気は怪しい面もあるんで人気室に人気椅が来てくれたらいいなという期待を持って見ていきたいと思います、えー、それではオックスの予想は後ほど えまた日が変わる、日付が変わる前までにはアップできると思いますので、そちらもどうぞご覧ください。それでは。